自血種とは、自界の皮膚と軟骨の間に、血様液が貯留することにより生じる血種。犬と猫で発生する。皮膚病や外耳炎などにより、頭部の浸透や耳をかく際に血管が損傷することが原因と考えられるが、すべての事例で該当するわけではなく正確な、発生基準は不明である。自界の内側の隆起が認められ、多くは自然治癒するが、 治癒後の外観が美容上問題となる。治療としては持続的な排液のためにカューレの設置、石灰による排液の後に死空がなくなるように、縫合などが行われる。カリフラワーミミレスリング出身の総合格闘家、ランディクー・トゥアの耳、古代ギリシアの彫刻ボクサーアットレスト人にできる場合は主に磁界血種と呼ばれる。慢性化して、コブ状になった場合には、 その独特の見た目から、カリフラワー耳や餃子耳、あるいは繰り返し摩擦や打撲を受けるラグビーや、格闘技選手に患者が多いことから、柔道耳やレスリング耳などとも呼ばれる。紀元前に作られた古代イギリシアのボクシング選手の彫刻にも描写されている。19世紀の香港のアヘンクツでは、木製の枕での摩擦により罹患者が増加した。ありがとうございます。